Hallo und herzlich willkommen zum My Hero Wants Justice. Ich bin die Yukari und dies soll nur ein kleines Vorwort werden. Den Rest des Spiels erspare ich euch mein Gelaber so wie immer. Ich werde den Story-Modus spielen und nach hochladen. Lasst doch gerne einen Daumen und einen Kommentar da, würde ich mich echt freuen drüber. Ich danke euch fürs Reinklicken und wünsche viel Spaß mit den Videos. このモードはヒーローの活躍を追体験できるぞ。ようやく会えたな。5年前と同じ過ちは犯さん。すべてを返してもらうぞ。レッツストーリー。恐怖で体の動かない僕たち。その時、目前にカッちゃんとヴィラン連合たちが現れた。ワープしてきたのか。いや、それよりも何かカッちゃんを救う方法はないのかと探していた。その時、あの人が。やはり来てるな。また僕を殺すか、オールマイト。すべて返してもらうぞ、オールフォーワン。レディークラッシュ。笑顔はどうした。随分遅かったじゃないか。押し出す。バーからここまで5キロは余る。僕がノームを送り、優に30秒は経過しての到着。衰えたね、オールマイト。ルメイ、貴様こそ。なんだその工業地帯のようなマスクは。だいぶ無理してるんじゃないか。覚悟はいいか。捕まるなよ。どうしたらいいか。インナウ。ダメ。インナウ。ハッセル。やるね。覚悟はいいか。ヘッチ。こんなのミスだ。力を込めて。大した強さだ。勝ちに来いよ。やるね。常に命がけさ。ヘッハ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 憎い。ウソ。セオラ。貴様の未来は私が砕く。エクセレント。ニューストーリーズ。5年前と同じ過ちは犯さん。爆豪少年を取り返し、そして貴様は今度こそ刑務所にぶち込む。それがやることが多くて大変だな、お互いに。
この場にいるからオールマイトが戦いづれ。分かっているか、この状況。レッツストーリしなくてもあの程度じゃ死なないよ。だからここは逃げろ、トムラ。その子を連れて黒霧、みんなを逃がすんだ。先生は常に考えろ、トムラ。君はまだまだ成長できるんだ。来い。めんどくせえ。レディークラッシュ。くらえ、出せ。しまくんだ。絶対どうだ。絶対一撃で覚悟少年、今行くぞ。させないさ。そのために僕がいる。許せるか。島くんだ。島くんだ。くすれ。バカだ。なめんな。バカだ。許せるか。やった。よこしてか。島くんだ。打撃で。がこの場に。レッツストーリー。
オールマイトは現時点でカッちゃんを助ける、そのためにオールフォーワンを倒す、いわば勝利条件を2つ満たさないといけないんだ。カッちゃんだけでも助けられればオールマイトは戦いに専念できる。一瞬でいい、カッちゃんを助けられる隙があればと。みんなあるんだよ、決して戦闘行為にはならない、僕らもこの場から去れる、それでもカッちゃんを助け出せる方法が。でも僕だと多分僕じゃ成功しない。だから霧島くん、君が成功率を上げる鍵だ。俺が？まず僕と飯田君で推進力を、そして霧島君の効果で壁をぶち抜く。開く瞬間、トドロキ君の氷結で道を形成。遥か上空から戦場を横断する。そしたら霧島君だ、かっちゃんと対等な関係を築いてきた。友達の呼びかけなら来い。はあ、バカかよ。年乗りのやつ早すぎる。しかも緑屋ストにますますお前に似てきとる。だがこれでレッツストーリかっちゃんの救出に成功した僕たち。そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。Yeah!
は熱々よ。エクセレント。ニューストーリーズ。やられたな。一手で綺麗に形勢逆転だ。強制発動。さあ、行くんだ、トムラ。待て、ダメだ、先生。トムラ、君は戦い続けろ。星乗りのやつ、まさか来ているとは。少年たち、しかし情けないことにこれで心置きなくお前を倒せる。レッツストーリー。�はただトムラを助けに来ただけだが、戦うというのなら受けて立つよ。何せ僕はお前が憎い。かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回り、お前は平和の象徴と謳われた。僕らの犠牲の上に立つその景色、さぞやいい眺めだろう。デトロイトをスマッシュ。心置きなく戦わせないよ。ヒーローは多いよな、守るべきものが。黙れ。貴様はそうやって人をもてあそぶ、壊し、奪い、付け入り支配する。日々暮らす方々を理不尽があざけり笑う。私はそれが許せない。年乗り、活動限界が。嫌に感情的じゃないか、オールマイト。同じようなセリフを前にも聞いたな。ワン・フォー・オール先代継承者、志村ナナから。誇れ、年寄り。花から持ってるやつとじゃ本質が違う。お前は力を勝ち取ったんだ。理想ばかりが先行し、まるで実力の伴わない女だった。ワン・フォー・オールの生みの親として恥ずかしくなったよ。実にみっともない死に様だった。どこから話そうか。イナフ！トムラがせっせと崩してきたヒーローへの信頼。決定打を僕が打ってしまって良いものか。でもね、オールマイト、君が僕を憎むように、僕も君が憎いんだぜ。僕は君の死を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。
だから君には可能な限りむごたらしい死を迎えてほしいんだ。レディークラッシュ。無理なこと。6年前と同じだ。落ち着け。そうやって挑発に乗って奴を取り損ねた。腹に穴を開けられた。お前のダメな時だ。やつの言葉を交わせな。来ないのか。はい。茶番だ。まだ動けるな。限界超えろ。超連覇だぞ。はい。受けるはいいか。とけ。受けるはいいか。しどし。ちょ。読む。ダウト。力で。今の未来は私が砕く。アメイジング。ニューストーリーズ。まったく、なかなかやってくれるじゃないか。でけえの来るぞ。避けて反撃を。避けていいのか。君が守ってきたものを奪う。まずは怪我をして持ち続けたその矜持。惨めな姿を世間にさらせ。平和の象徴。何が。皆さん見えますでしょうか。オールマイトがしぼんでしまっています。なんだあの骸骨。目はくぼみ、貧相なトップヒーローだ。恥じるなよ。それが本当の君なんだろう。体が朽ち、衰えようとも、その姿を晒されようとも、私の心は依然平和の象徴。ひとかけらとて奪えるものじゃない。
しい。じゃあこれでも君の心には支障ないかな。あのね、しがらき戸村は志村奈々の孫だよ。君が嫌がることをずっと考えてた。さあ、分かってるだろう。僕のやりそうなことだ。あれ、おかしいな、オールマイト。笑顔はどうした？人助けってのは命だけじゃない。心も助けてこそ真のヒーローだと私は思う。どんだけ怖くても自分は大丈夫だっつって笑うんだ。世の中笑ってるやつが一番強いからな。貴様、やはり楽しいな。ひとかけらでも奪えただろうか。師匠様のご家族、彼が、私は、なんということを。まさか来た。皆が笑って暮らせる世の中にしたい。そのためには象徴が必要。これが私のオリジンだから、私はレッツストーリー。負けないで、オールマイト、お願い、助けて。そんな、嫌です、オールマイト。あんたなら勝てる、だろ。姿は変わってもオールマイトはオールマイト。いつだって何とかしてきてくれたじゃんか、オールマイト。頑張れ！負けるな！オールマイト！頑張れ！勝てよ！オールマイト！お嬢さん、もちろんさ。多いよ。ヒーローは守るものが多いんだよ。オールフォーワン。だから負けないんだよ。レディークラッシュ。制作しよう。限界だって感じたら思い出す。思い出す。何のために拳を握るのか。何のため。
強さだ。ここまでとは。おとなしくしててくれ。おい、やるな。予想外で全く。これはバカ。笑って挑むぞ。笑って挑むぞ。笑って挑むぞ。予想外。笑って挑むぞ。さあ、時間だ。誤算だ。笑って挑むぞ。笑って挑むぞ。いくい。貴様の未来は私が砕く。Amazing! New stories! 先ほど手を合わせてようやく確信を得たよ、オールマイト。君の中にもうワン・フォー・オールはない。譲渡した後の残り火だ。もはや吹かずとも消えゆく弱々しい光。役目を全うするまで耐えぬよう必死で抗っているのか。何人もの人がその力を紡いできたんだよ。一つの希望となりますようにと。次はお前の番だ。頑張ろうな、トシノリ。平和の象徴は俺はしない。煩わしい。精神の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷いづく。譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。私が叱らなきゃいかんのだよ。私は彼を育てるまでまだ死ねんのだ。浅い。そりゃ腰が入ってなかったからな。さらばだ、オールフォーワン。ユナイテッド、ステイアーツ。
和の象徴、ナンバーワンヒーローとして最後の仕事だ。次は君だ。次は君だ。短く発信されたメッセージ、それは一見まだ見ぬ犯罪者への警鐘、平和の象徴の折れない姿。僕には真逆のメッセージ。私はもう出し切ってしまった。次は君だ。受け継がれたのは個性だけじゃない、ナンバーワンヒーローとしての揺るぎなき信念。ワンズジャスティス。サイドが解放されたか。さあ、選択の時だ。イランサイド。雄英高校襲撃後、我々は戦力。へいへい。さて、お待ちかね。ストーリーモードの始まりだ。いつ宿命の対決ってやつだ。心してかかれ。シークレットと呼ばれるボーナスを獲得するために特定の条件があるものも存在するみたいだぜ。サマセプレスウルトラ。